サーディカップ皆さん、さあ今回の YouTube は超大物超スペシャルゲストが来ました。この方です。はい、紹介して、はい、自己紹介。ゆういちの母です。はじめまして。そうです、僕のお母さんです。いつぐらいかな、1週間2週間ぐらい前かな、あの実家に電話して、まあ俺がここにいるから来ればって話をしたら、本当に気軽に来ました。母親をローカルフードに連れて行こうと思います。じゃあお母さんよろしくね。うん、こちらこそ。チャトチャックに行って買い物して、今日もまた買い物かな。久しぶりのバンコクじゃない？何年ぶりやったっけ？わかんない。3年ぶり？3年ぶりかな。そうだね、3年ぶりのバンコクはどうや？なんだかね、あまりね、懐かしいって感じもないし、異国に来たって感じもないんだよね。異国に来た感じもない？ないのよね。あ、そう、慣れたんかな。よく見てる景色みたいな、あなたの YouTube で慣れてるのかもしれないね。慣れてしまったのかもね。うん、お寺とか見たら違うかもしれない。お寺はね、感動するよね、やっぱり。でも昔観光した時に寺はもう見たことあるんやろ。何度かあるね。奥に俺がいつももう1日2回ぐらい行く定食屋。あ、こういうの見るとやっぱりタイって感じよね。これね。うん、でもこれ寺ではないからね。うん、じゃないけど、こういうのは今までお目にかかれなかったでしょ、今あなたの住んでるところ。こういうの見ると。サディカーッ。サディカーッ。ここがいつも食べに来る、うん、定食屋さんのシェフって言えばいいかな、オーナーのピッツさん。ピッピッ、サディカーッ。いつもありがとう。ありがとうございます。これがね、まあなんかタイの定番の、うんうん、料理なんやけど、私はね、食べたいのはね、こういうレストランって、うん、タイに結構あって、メニューがあるわけではなくて、ここは何でも注文したら作ってくれますよっていうご飯屋さん。何すっかな、辛いのはダメやろ。辛すぎるのはだ、ちょっと辛いのは全然いい。でガパオでも、うん、普通の鶏肉、豚肉、牛肉ってあるけど、これ見て、これは豚の揚げてカラカラしたクリスピーな豚ね。これで作るガパオも、ね、これも美味しい。美味しい、ね、黒、あとね、これもね、これ美味しいよ。これ竹。じゃあそれにしよう。でも辛いね。ああ、こういうやつ。ああ、本当だ。うん、これはどう？これも辛そうだね。それも辛いな。まあでも抑えめにはできるよ。ペペ、辛いな。トゥア。うん。何な？うん。これと肉をミックスです、うん、これ食べてみたい、うん、これもちょっと辛めやけどな、うん、辛いの抜いてって、うん、マイペ。辛いの入って、鶏肉、豚肉、牛肉、シーフードで作れる、どれがいいかと。じゃあ牛の方がいいかな。ヌはタイメか、カイダオ、カイダオヌンダメか。こっちは、うん、水は、うん、自分のコップ好きな子出すやろ、はい、うん、昨日で結構覚えたよ。で、うん、セルフサービス、はい、お待ち。そう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 、 あれも目玉焼きだし、これも目玉焼きがついてくる。本来は目玉焼きはついてない、うん、目玉焼きなのか、うん、スクランブルなのか、うん、いろいろオーダーできる、はい、辛さ控えめにしたのね、うん、もちろん。でも見えます、ナンバーが見えます。観光で来るとなかなかこういうところで食べられない、ね、食べられないね。どうや、辛さはどう？全然辛くない。味はやっぱ独特？味は、うん、そうでもない。アジアな感じじゃない。そ、これはそこだまでないね。カップンカップ。
竹ね、バンブーが入ったこれね、黄色いのね、そうでも食べてます、うん、なんかシナチクってよく缶詰があるけどそれによく似てるね。うん、うめ。俺も結構いろんなローカルのお店回ったけど、うん、ここが一番うまい。これは私に合う。これがね、タケノコはね、なんかちょっと違うね、匂いがね。こっちは独特のなんか匂いするね。そうなの。なんとも表現が難しい。なんていうかね、こういう匂い、香りを。でも栄養バランスいいと思う。うん、肉もあって、野菜もあって、多いね。でこれで一食80バーツぐらいかな。で300円とか。うん、ね、安心だね、こういう国にいたらね。そう、食事がね。さあ日が変わって今日は母親がなんか柔らかいものを食べたいってことなんでここ来ました。これはね、おかゆ専門店です。サディカー、どうやって注文するんかな。こんなメニュー、豚肉、あとレバーとか、あと内臓系もあるし。そういうのいらない。ピカ、アニアニカ、アニダイマカ、うん、ジャパン、チェカ。どう？食べるか？おかゆです。で、俺がムクロって豚肉をでも唐揚げしてるからすごいクリスピーな歯ごたえがいいガパオ。マジでうまい。おいしい。おいしいよ。どういうのこれ？うん、うまいやろ。豚って言ったね。うん。ポークボールって書いてた。うん。超おすすめ。これ。これはね、ココナッツジュースなんだけど、ここに書いてある通り、ココナッツフラワー。要はココナッツの花から取ったジュースで、一滴ずつ、ひたひたと落ちてくるのを溜めて作った、ココナッツジュース。なかなか今はね、バンコクでも見つけるのが難しいこのジュースを、チャイナタウンで見つけて買ってきました。うん、すごいフレーバーの香り強いやろ。これ体に良さそうだね。うん、マジでおすすめします。もしココナッツフラワー見つけたら絶対一回買ってください。本当に美味しいから。ということで今回は超大物スーパーゲスト母親が登場しました。で母親に今僕が住んでるこの近くのローカルの食べ物を食べさせてどんなリアクションをするかっていうのを検証しましたけど、結構リアクションは薄かったね。すいません思い残すことはありますか？もっとマンゴー食べたかった。マンゴーは食べたかった。もっともっと、うん、来る日も来る日も。わかりました。じゃあ時間があれば、はい、マンゴーを食べましょうか。はい、ということで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。どうぞ食べてください。はい、また。